久保さんまあねあのー、まあ状況によってまあ変わるでしょうねまあ状況によって変わるんだけどもまあ結局その、まあ、死に関してはあ,あのー、悲しい部分はあるかもしれないけど僕の考えですよ僕の考えとしてはどっちにしろ全員死ぬのでうーんまあ今今日も死んでる方もいらっしゃいますよ。 それが身内なのか身内じゃないのか、友達なのか友達じゃないのかっていう話で、まあ今日も死んでるし、今日も生まれた命もあるだろうし、なんか死に対しては僕の考え方としては、なんか俯瞰してるんですよね。みんな死ぬし、みたいな。そ,れそこに一喜一憂していたらどうなのかっていう話ですね。だからまあ、それが冷たいととらわれたら、まあそれでそれでいいと思うんですよ。冷たいっていう。別に感謝してないわけでもないし、親が死にました。ね。 どうでもいいっていわけじゃないですよ。まあ感謝もしてるし、今までありがとうっていう気持ちはあるし、それはあるけれども、僕も死ぬし、みんな死ぬし今、今日も誰か死んでるしっていう話で、そこに一喜一憂していたら、なんかその自分の人生っていうのを遅れないというか、前に進めないというか、要は例えばですよ、親が死んだ、ああ、ああ、悲しい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 1ヶ月、悲しい悲しい1年、悲しい悲しい10年。 まあそこまで続かないか,かもしれないですけどまあ結局ね多分10年後忘れ,忘れてるって言ったら語弊があるかもしれないですけど多分そこのその感情っていうのは薄まっていくはずなんですよじゃあそもそも薄まるものを最初から薄めてもいいんじゃないかみたいな <laughs> うんでもそれは気持ちがないって言ってるわけではなく自分の中で例えば仕事をしていたとしてもああの今までありがとうと思いながら別に仕事すればいいだろうし うんだたじゃあこれどうなのかって話ですよね。なんだ、めんどくせえな葬式、うさぎ、形式上ですよ、形式上だけ葬式に運んでね、心の中ではね、なんだ、めんどくせえな葬式みたいにや,やってるのか、葬式には行けなかったとしても、めちゃめちゃ感謝してる。 ありがとうとうこうやって仕事できるのは母ちゃん父ちゃんのおかげだってやってるのかどっちがいいですかっていう表面上は葬式言ってますでもこっち表面上は葬式言ってない表面上は葬式言ってるけれども心の中ではめんどくせえなと思ってる感謝全くしてないこっちは表面上は葬式言ってないけどもめっちゃ感謝してるこうやって仕事できるのも母ちゃん父ちゃんのおかげどっちがいいですかっていうでこう問われるとどっちがいいんだってなるだろうしだ <laughs> からんか僕はね死に関しては俯瞰して見てますねどっちにしても死ぬし うん、ただ大事なことはやっぱそのこうやって生きている生きてこう人生をくれてるのはまあ親であるな親がいるからですよね。だそこのそのね感謝の気持ちを持つっていうそのありきたりで古風なね話ですけどそれは大事かなと思ってますね。うん、ご飯を食べられるのもいろんなまあ、ね鶏肉焼肉寿司そういうのも食えるのも魚さんの命をね あの奪って食ってて食るわけじゃないですか牛さんも、ね、だからその「命の食べ方」っていうねドキュメンタリー映画があるんですけどすごいしすごいですよ牛を殺す時とか、うん、あれ見た後牛まあまあちょっと食いづらくなりますけど <laughs> もうめちゃめちゃ悲惨な殺され方をしてるわけですよ、うん、でそういったの殺されてる命を僕たちは食べてるわけですしだからそういうそのなんか命に感謝するっていうのはまあ僕は常に思ってますけどね うんだからこの前もインスタで命の食べ方っていうなんかちょっと投稿したら結構なんか熱いコメントいただきましたけど、うん、なんか大切なのはまあおお気持ちじゃないですかねなんか表面上のあれじゃなくてどう思ってるのかっていう気持ちが大事なんじゃないかなと思いますけどねいってらっしゃい。